はい、おはようみんな。もう5月ですよ。早いもんでね。はい、まあもう言うてる間にね、はい、もう6月になりますよ。でも6月になったらもう次7月ですか。で、7月ったら8月。はい、いやほんまにね、時が出すのは早いなということでですね、今日は何の日かと言いますと、2022-2023 シーズンで大事な大事な試合の日。はい、はい、今日ね試合の日になってます。はい、残り4試合になってます。なので、ね、まあ前回ね負けてすごく悔しい結果に終わってしまったので、今日はねしっかりと結果を残して勝って、みんなね、もうわっしょいわっしょいして、はい、喜べるようにやっていきたいと思います。で、まあ、試合までのね過ごし方とは、試合終わってからの過ごし方も、しっかりとしていきながら、今日もやっていきたいななんて思ったりもするんですけども、はい、まあこんな感じですかね、僕から今言うことは。はい、まあとりあえずね、まあ今から、まあ筋トレ、体幹の方をね、やっていきたいなと思いますので、はい、まあこんな感じですね、僕からは。はい、以上です。そしたら、はい、今日一日、じゃあスタート。はい、筋トレ体幹終わりまして、今から朝ごはんね、食べていきます。どうですか、このちょっと一回筋肉チェックしてもらっていいですか。どう、いい感じ。左もどう、いい感じ。よし、じゃあね、まあ筋肉アピールもしていきながら食べていきます。で、今日はね、こちらのしりとりで言ったら大体 2番目に来る、しりとりから大体スタートしてて、リンゴかリスでいきますよね。はい、そのリンゴと、あと、しりとりで使ったら負けちゃう、うん、つきますかね。パン、うんですね。はい。あ、ちなみにこれ、スプーンなんで、これも使ったら負けます。気をつけてください。はい。じゃあ、食べていきまーす。ね、朝ごはんを食べ終わりまして、まあ、まだ明日まで、ちょっとね、時間の方がありますので、まあ、読書だったり、あとは、まあ、ね、まあ、ニュースとか、そういうのも見ながら、はい、自分のこう、インプット、の方ね、増やしていこうと思います。はい。まあ、そうですね。はい。やっぱり、ドイツにいると、こうね、日本のことだったり、まあ、世界のこともそうですけど、こう、情報をね、ついついこう、おろそかになってしまいますので、まあ、そこをね、しっかりと自分で情報を掴みに行くと、はい。そういう感じですね。はい。それを、まあ、今から、やっていこうと思います。じゃあ、今日のニュースは、これにしようかな。もうちょっと時間がないので、はい、お昼ご飯をね、ババッと、食べていこうと思います。はい。いつものパスタですね。今日はちょっとじゃがいもくんね、はい、お休みしてもらってます。はい、ちょっとまあ、毎日毎日ね、大変だと思うんで、今日は休みで、はい。で、まあ今日はパスタだけで、はい、いきます。はい。いただきまーす。うん。うん、うん、うん。美味しいね、やっぱりね。いや、最近花壇ね、まあ、動画なんかでも結構出してますけど、花壇めちゃくちゃ見てて、もう歌がずっと流れてる。もう生きたいよ君のところで、輝いたのは鏡でも太陽でもなくて、君だと気づいた時、街に愛の歌流れ始まったら、人々が愛を語る。いやいや、もう日暮れるわ、そんな歌とは。早飯食え。はい、飯食いまーす。よーし、今日もねしっかりとご飯もりもり食べて、パワーもりもりつけてね。いやー、ちょっと今日ね、ほんまに気合い入ってますよ。はい、いつも入ってないわけじゃないんですけどね、いつも以上に気合入ってますわ、ほんまに。まあ、あとあれやな。花田以外にも、あれも見てますね。ブザービート。うん。全てに今日、一部ってことに、僕らは気づかない。あくまでの、解決したかう。完璧に追い求め、笑ってる。愛し続けば、糸が一つあるのに。それだけでいいのに。っていうね、バラードバージョンですね。バラードバージョンの方が、好きかな。まあ、本家の方も好きですけど。じゃあもう、時間ないんよ、時間。ほんまに。早食べな。ほんまに。変えていきましたー。はい。試合の方なんですけど、まあ、残念ながら負けてしまいました。はい。
まあ、個人的には、まあ、すごい気合も入ってね、今日は勝つぞということで、まあ、あのアシストもね一個してとか割と悪くなかったかなとは思うんですけど、やっぱりね、まあ、チームは負けてしまったって意味がないので、はい、まあね、なんか、まあ、頑張るしかないなという感じなんですけど、はい、まあでも、勝ても負けてもね、お腹は空くので、はい、ちょっとご飯の方ね、作っていこうと思います。はい、じゃあ、ご飯食べたいと思います。ご飯食べていきまーす。いただきまーす。まあね、今日のメニューもじゃあ発表しようか。はい。ご飯とスープとあとこれ多分前も一緒やな、これ、うん、多分レタス、ひき肉とじゃがいもと今流行りのズッキーニって、うん、ほぼ一緒、毎日、うん、いやそうやな、まあやっぱ美味しいんで OK です。じゃあ食べていきます。で、まあ、やっぱ何でか分からないんですけど野菜から食べますっていうのを多分言ったかな。はい、いただきます。最近サッカー楽しいなって思う、なんか今までで人生で一番サッカー楽しいな、それで言うと、まあ、どれで言うとって感じやけど、なんか心の底からサッカー楽しめてるというか、なんか、うん、すごい、まあやっぱりそのなんでサッカーしてるのかなみたいなのをね、いろいろ考えた時期わざわざドイツでサッカーするのかとか、ね、いろいろ考えてこう思い悩んでた時期もあったんですけど、まあ、今はそのサッカーをする目的っていうのをしっかりとこう定まって、なんかこうそうなった時に、うん、なんかより前までよりもこうサッカーが楽しいというか、心から楽しめてる感じがすごい、やっぱりなんか楽しいもうとしないとやっぱ楽しめないなっていうのはすごい感じてて、うん、なんとなくこうね、まあもちろんすごい周りのチームメイトもね、みんないいやつというかいい人なんで、そのよくていうか別になんかこっちが普通にしてるだけでも全然ねよくしてくれるんですけど、やっぱりこっちからこう積極的にコミュニケーション取ったりこうねガーンっていったりするとやっぱもう楽しもうってしてたら向こうもね受け入れてくれるというか、まあ、それがあるので、やっぱ楽しいモードする結局やっぱ自分からやなっていうのは最近すごいなんかやりながら思います。まあサッカーだけじゃないと思うんですけど、まあ、何事もいいと思う、結局まあ自分からっていうね、はい、まあそういうのまあ感じる毎日ですよ。はい、本当にドイツでサッカーできてて幸せやな、多分これドイツ来てなかったこの楽しさも感じなかったんだろうなとか思うんで、ドイツ来てよかったと思いますね。ご飯も食べ終わりまして、もう寝ようと思います。はい、まあ今日はね、試合もあって、まあ残念ながら勝てなかったですけど、まあ次にねしっかりとつなげていこうと思います。はい、また1週間ね始まるので、まあ、正直ねそんなにすぐにこう成長したりとか結果っていうのは流れないと思うんですけど、まあ日々ね、まあ小さなことでもコツ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 やってたら気づいたら成長を遂げてたりできるようになったりっていう風になっていくと思うので、そこで実際の積み重ねを、まあ、目の前のそこの瞬間瞬間だけ切り取ってしまうと、まあ、なかなか進んでんのかなとか不安になったりとか意味あるのかなとか思ってしまうと思うんですけど、まあ、そこはね今日も見ていただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。グッドナイト。